のニュース解説面白かったですね。オリンピックって私本当にいつもなんだかかんだかで見ないで終わっちゃって、みんな今日眠れなかったわとかっていう声を聞きながら、いや眠ればいいのになって思ってしまう、本当にね良くない態度をとっているんですが、でそれはもう放送ではね本当にオリンピックの期間中は言わないようにしないと、やっぱほら石投げられちゃうからね言わないようにしてるんですけどね。まあちょっと興味を持たなくちゃ、いろんなものに興味を持たなくちゃいけないなというふうに思いますね。今日ね私この番組だけだったんですよ、仕事が。先週はちょっと忙しかったんですけど、今週ちょっと暇で。で、夕方ぐらいに会社に出てきましてね、アナウンサー室でぼーっとしておりましたら、まあ先輩や後輩と話す機会を得まして、その時いたのがね、ちょうどニュースを終えた西アナウンサーだったんですね。西アナウンサーがこうちょうどこう、アナウンサー室に戻ってきたところで、そこでまあちょっと、いつもまあ何気ない会話、本当にどうでもいいような話をするんですけど、なんかファッションの話にそこでなったんですよ。1年目のアナウンサーの子がね、ちょっとおしゃれな服を着てたんですね。で、そのおしゃれな服が、こう、今年の流行りだみたいな話になって、ピスタチオカラーが今年の、なんか流行色なんですか、うん、なんでしょうみたいな話で、なんかちょっとこう、わーってなってて、ファッションっていうのがこう、やっぱりいろいろあるよねみたいな。で、女性はこう、ファッション誌で、上田悦子さんは何着るんですかみたいな。山崎アナは何着てる、何に呼んでるんですかみたいな。そういうこうなんか話になった時に、こう、西さんもおしゃれですよねみたいなね。一応こう、こんな感じになったわけですよ。一応年上だからね。こうみんなでこう、持ち上げなきゃいけないから。で、西さんもおしゃれですよねみたいな話になった時に、もう男というのはこう、理屈で服を選ぶんだというような話になったんですね。こう、理屈で。で、私はいつも同じような格好してますからね。で、私の靴を指してですね、西さん靴好きだから。で、これは、なんて言ったかな、これなんとかだから、もう忘れたわ。なんとか、オープンゲートなんとか、なんとか、外羽式だからどうのこうのみたいなことを言い出したわけですね。でも私はもう苦虫を噛みつぶしたような顔をしながら、そうなんですかって言ってね。へえ、なんて言って。で、一方で西さんの靴は、なんとかかんとかだから、こっちはもうフォーマルで、あなたが履いてる靴は礼服に合わせないものですよ、みたいなことを。もう言うから、もう私もなんかちょっと、そうなんすかみたいな、ちょっとだんだんちょっとめんどくさくなってきてね。これは、あれですよ。すごく、友好的な関係性だからね、西さんと私は。だから、こういうことを今オンエアで言えるんだってことだけ認識しておいてくださいよ。すごく仲いいながらね。ものすごいめんどくさいなと思って。で、そういえば福島さん昔なんかいい靴買ったってテレビで言ってましたよね、みたいなこと言われて。そうなんです。私はね、以前ね、なんかね、もう一足、なんか10万円近くする靴をですね、買わされたんですよ、番組で。なんだ、わけのわかんないね。そのわけのわかんないこともないんだけど、本当にいいものはいいんでしょうけれども、いいものを履かなくちゃいけないっていうんで、その靴を買わされたことがあるんですよ。で、その靴今履いてるのって聞かれて、でね、私もあれ納得いかなかったんだけど、その靴屋さんに行って、その履いた時に、これちょっと、なんかキュッと締まってて、ちょっと足、若干痛いというか、なんか窮屈ですね、靴だけに、みたいな話をしたんですよ。そしたらその靴屋さんが、いや、そういうもんですと。いい靴というのは革がこう、最初ね、まあちょっとギュッと締めるような感じがあるんだけれども、履いてるうちにだんだんと、このコルクの部分が沈んできて、で、この革の方もこう伸びていって、あなたの足の形になりますから、もう、このように、二つとない、もうあなたの足にぴったりの靴になりますからって言われて買ったんですけど、もうその靴履いて歩いて会社行ったらもう痛くて、もうで、結局、一回や二回ぐらいしか履いてないんですよね。なんか大事な時だけ履いて。で、しかもその大事な時用にその靴はもう手に持ってってね。で、その現場で履き替えて。ほんで、こう、さ、だもう効率あるわけですよ、靴。で、なんかね、私はそこで、ちょっと火がついてしまって、西さんに向かって、別に西さん何も悪くないんだけど、なんかそこでわーっと私ちょっと喋り出してしまって、これはもう今日ここでそれをまた再現しようと思うんですけども、私はそもそもね、靴に対してね、あまりいい印象を持ってないんですよ。靴という道具に対して。これなんでかと言いますとね、靴って買ったその日が一番痛いでしょ。これが納得いかない。服だってそうだし、もう鉛筆だってボールペンだって世の中の道具大概そうだと思うんですけど、買ったその日が一番いいじゃない。ピカピカで、車だって。もう最高じゃないですか。それはもちろん慣れるとありますけれども、慣れてだんだん使い心地が良くなるとあるけど、買ったその日がやっぱりフレッシュでいい感じだってほしいわけですよ。それがね、まだ履いてちょっと履き慣れないなぐらいだったらいいわ。痛いし血が出るってどういうことよ。買ったその日に血が出る道具ってそれ意味わかんないじゃないですか。
で、それがこう我慢してしばらく履いていって、靴っていうのは違いますよ、福島さん。育つもん、育つもんってなんだよ。じゃあ、かかとすり減るなよって話じゃないですか。伸びろよって話じゃない。育つんだったら。もっともっと履きやすくなって、履けるようになって、その、バランス良くなっていくものじゃないの？それがいいものじゃないのっていう。だから私はちょっと靴に対してはいつも、恨みを持ってるんですね。まあ私の足の形がちょっと横広だったり、高高だったりするものですから、まああんまりね、その、なんていうの？ちゃんとした靴屋さんに行かないから悪いとか、ちゃんと合うようなシューフィッターの人をつけてないから悪いとか、いろいろまあ多分こっちに責任があるんだけど、どうもね、ちっちゃい時からね、靴で納得いったこと一回も、まあ一回ぐらいはありますけれども、それは本当にちゃんと作ってもらったやつで、もう本当にね、納得いかないことが多いんですよね。スニーカーとかもなんで、あの、後ろのさ、あの、アキレス腱のついてるところがちょっと盛り上がってるんですか、あの、スニーカーって。あれがこう当たるでしょ、だから血が出るじゃない。あそこを削りゃいいじゃない。なんであっこう盛り上げるんですか。納得いかないんですよ、もう靴に対して。本当に。でも雨降ったら濡れるしね。本当にもう、だから私は、下駄とか草履の方がいいですね。下駄、草履、セッタを普段でしたら、愛用してますね。冬場でも私は黒足袋履いてセッター履きますね。本当に何もない時だったら。それで仕事場に来たこともありますよ、何度も。靴ずれが嫌だからね。まあ本当にね、こう足元の話をしだすと本当に私はちょっと興奮してしまって、もう西さんは結局呆れて帰っていきましたけれどもね、ちょっと先輩に対してする話じゃなかったなっていう反省をしているという、まあそういうようなお話です。別にここでするような話じゃなかったですね。失礼いたしました。